ドキドキする一瞬が近づいてきました。全国高校ラグビー愛知県大会の決勝戦です。勝ったら憧れの全国花園、負けたら高校ラグビー卒業の大一番。今年も良好です。中部大学春日高校対名古屋高校の一戦です。私の予想スタメンをここでご紹介します。じゃじゃん。まずはフォワード第一列、柴田、浜浦、中村、大飛、両ロックは松原と物部陽太郎です。物部選手は高校日本代表候補、なんと一昨年花園でスーパー1年生と話題になりました。キャプテンになって3年連続花園活躍なるか。そしてフランカーは加藤と福田大和、この福田選手は2年生なのに高校日本代表候補です。なんとニュージーランドの高校に半年も留学してた成果がここで出るのか。ナンバー8は湊悠真、スクラムハーフは宮下、スタンドオフは関口流水です。バックスです。ウイング斉藤、そしてセンター黒崎、山田健と、右ウイングは紀藤圭、1年生抜擢ですね。フルバックは筒井春太郎です。そして春日が丘に挑む名古屋高校。名古屋高校はですね、二木監督、実は私ちぐさ高校の後輩さんなんですが、ちぐさが花園に出た時のレギュラーだったんですね。その二木先生が名古屋高校を率います。フォワード一列、吉川、小倉、白田、光、そして両ロックは加藤と丹羽義智です。フランカーは鈴木と松本育人、この松本が名古屋高校今年ダブルキャプテンの一人で、実は中高一貫の名古屋高校で高校から入学してダブルキャプテン、みんなを引きます。ナンバー8は飯野、そしてスクラムハーフは戸松仁太、スタンドオフがダブルキャプテンのもう一人、名古屋中学からの勝手知ったるハーフ団、山下裕貴です。ウイングは松久、そして菊谷、松尾、右ウイングは大前力也、フルバックは池田光輝です。なんとこの池田光輝選手は4年前、お兄さんの大輔さんがこの同じ決勝で春日が丘に勝てんかった、その思いを胸にという情報を今取ってくれてるバラ君こと榊原アナウンサーが教えてくれました。今日の見どころをバラ君一言。はい、一貫してディフェンスのチームと言っている名古屋高校がこの春日が丘の攻撃を止められるか、そこに注目です。